エビのレモンバターカレーをご紹介したいと思います。今日はレモン色のエプロンにもしました。いい香り、食欲そそる、最高。エビがカレーに覚えてるから助けに行きます。エビサンキュー。はい、皆さんこんにちは。イラジュンのアジアごはんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回はですね、国とかじゃないんですけども、久しぶりにカレーを作っていきたいと思います。夏でもカレーが食べたいですけども、もちろん冬でも食べたくなるような料理かと思うんですね。で、今日はですね、今日本で旬を迎えている、じゃーん、レモン。はい、こちらのレモンを使ったですね、エビのレモンバターカレーをご紹介したいと思います。はい、バターのコクとこのレモンの酸味がこう一体になって、それがね、エビのプリプリ感とともに皆さんのお口に弾けていただけるような味わいになるんじゃないかなというふうに思っております。前回のココナッツバターチキンカレー、あのカレー粉で作ってすごく好評だったので、今回もこのカレー粉で簡単に仕上げていきたいと思います。楽ちんで、しかも煮込む時間もほぼほぼない感じなんですね。なので時間がない時でも簡単に作れるようなキャリーになってるかと思います。なので今日はレモンとカレーで皆さん食欲の秋をお過ごしください。今日はレモン色のエプロンにもしました。はい、それでは材料はこちらです。最後まで見てくださいね。はい、ではですね、まず最初にこのエビを使っていきたいと思います。今日ブラックタイガーのエビですね。はい、頭が取れてる状態で殻がついてて尾っぽがあるやつを選んでおります。で、この仕込みなんですけど、まず殻を取ってください。食べやすいようにこれも取っちゃいます。そしたらここの背ワタを取りたいと思います。包丁で切り込みを入れて、で、背ワタを出してください。はい、出てきました。はい、ということでこれを8尾から10尾全部仕込んでいきたいと思います。頑張ります。はい、では次にレモンです。レモンはですね、今日果汁を使うので丸ごと1個分ですね、絞っていきたいと思います。レモン絞り器がある場合は半分に切って絞っていただければと思うんですけども、果汁の絞り器がない場合はこのように縦6等分に切って、このままギュッて絞っていってください。よいしょ。皮ごと食べれるので、この皮もね、よく洗ってから削いで入れていただいてもいいですよ。はい、こんな感じで縛りました。種も取り除いてくださいね。で、次に玉ねぎです。2分の1個使います。玉ねぎは薄切りにします。あ、見えないかな、こうした方がわかるかな。はい、はい、玉ねぎは薄切りにしといてください。セロリで、セロリは2分の1本から3分の1本って感じですね。はい、斜め切りにします。玉ねぎの甘さもあるんですけど、セロリのこの風味もあるので、まあ、フランス料理ではセロリと玉ねぎと人参でミルコアなんて作ったりして味のベースになるんですけども、カレーにもね、その手法が使えますね。ニンニクもみじん切りにしといてください。ニンニクやっぱ入れると、あのバターとの相性もいいですし、レモンとの相性も、ニンニクってなんかなかなか合わないものを探す方がないぐらいな。はい、このようにニンニクも切っておいてください。皆さんコロナの前に移動しましょう。で、フライパンにバター半分量ですね、 10g 入れてください。はい、10g 入れて、で、バターをちょっと溶かしますね。中火で溶かしていきます。はい、じゃあバターが溶けてきましたら、先ほどのニンニクのみじん切りを入れます。で、香りが立つまでこのまま炒めていきます。ちょっと広げてね、バターとなじませてくださいね。いやー、食欲がそそるいい匂いがしてきました。いいですね、これだけで食べれませんこれだけじゃさすがに食べれません。セロリと玉ねぎですね、ここで入れていきます。先ほど切ったものを合わせていって入れてください。
玉ねぎって結構甘ね色にした方がカレーって美味しいんですね。もちろん甘さも出るし、それがあのカレーのルーのコクにもなるんですけども、今日はあの煮込み時間そんなにしたくないし、あの白い牛乳クリーム系で煮てくるので、色をですね白に揃えたいんですね。なので野菜がしんなりするまで炒めていただければ十分です。油が回りました、バターの。そしたら一つまみの塩を入れてください。で、野菜の水分を外に出しましょう。凝縮しますよね、旨味が。はい、でちょっと頑張って炒めていくんですけども、ちょっと炒めてる間にもう一つの工程、じゃん、牛乳 300ml 今日使うんですけども、少しですね、煮込んでいくときにとろみをつけていきたいので薄力粉と合わせておきます。薄力粉を入れて混ぜておいてください。少し混ぜておきましょう。これで少しとろみがつきますね、カレーで。戻ります。いやー、もうニンニクの香りとバター、ちょっとこってりしそうなんですけど、セロリが入ってるのですっきりとした味わいになりますね。で、まあ、カレー粉じゃなければ僕はあの最初にコリアンダーシードを炒めて、でそこにですねクミンパウダー、でコリアンダーパウダー、カルダモンパウダーを入れて作ることが多いです。カルダモンとか香りの王様、香りの女王って言われてるのかな、言われてるぐらい、すっごく香り豊かなんで、そういったねスパイスを少し振りかけていただいて作っていただくのもとってもおすすめです。セロリと玉ねぎはしんなりしてきました。しかも焼き色がついてないで野菜がすごくくっさいしました。これへにょっと、これぐらいまで炒めていただければ大丈夫です。だいたい時間にして 2、3 分ぐらいですかね。そしたらここに先ほど溶いた薄力粉と溶いた牛乳を合わせます。はい、いやー、なんかクリームシチュー作ってみたいですけども、カレーを作っております。で、ひと煮立ちさせてください。表面がクツクツしてきましたね。はい、この状態まで温まったらエビです。エビを入れてください。エビを入れます。そしたら味付けをしていきたいと思いますが、少し洋風スープの素、はい、あんまり入れすぎてしまうとこの味が際立ってしまうので、ほのかに隠し味程度に入れていきます。小さじ1ぐらいですね。キューブだと半分に折って入れていただくぐらいがちょうどいいかな。エビがね、あっという間に火が入ってくるわけですよ。なので鶏肉とかで作っていただいても美味しいんですけども、このエビのプリッと感がまたねアクセントになって美味しいので、ぜひエビでもやってみてください。で、あんまり強すぎてしまったら火を弱めてくださいね。グツ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 っていうのが強すぎない程度に煮込んでいきます。で、ここでカレー粉です。今日の味の決め手、カレー粉、カレー味ですからね、もう馴染ませていきます。はい、最後に香りも いきますよね。あんまり煮込み時間なくて大丈夫です。カレー粉もだいたい馴染んできました。カレーの色に変わりましたね。綺麗な色、いい香り、食欲そそる、最高。バターです。最初の炒めバターと、あとは香り付けのバターを入れて、今日はレモンバターカレーですので、でもちょっと少しバターは気持ち多めに入れております。で、馴染ませていきます。そしたらまあ、あのサラサラしてるんですけども、シャバシャバではないような状況まで煮詰めてきました。見えますか。そしたらですね、最後ですよ、レモン汁です。国産レモン汁を入れて、もう火を止めちゃいます。はい、うわー、一気にレモンの匂いがふわっとするんですけども、じゃあ盛り付けていきたいと思います。よいしょ。今日はたっぷり2人分ですね。頑張れば3人分食べれそうな勢い。ああ、大好きなんですよね、エビ。はい、今盛り付けました。そしたら最後にもしあったらで大丈夫です。パクチーを散らしていただいて。はい、これで今日はエビのレモンバターカレーの完成でーす。美女やば。食欲、ご飯の方が多い。食いしん坊出てしまいましたけども、皆さん用意できましたでしょうか。一緒にもぐもぐしましょう。ありがとうございました。最初に食べましょう。いただきます。あー、腹減ったよ。色がいいですね。じゃーん、ちょっとエビものせよ。じゃーん、エビのとこ、これこれこれ、
リプリ、うまっ、爽やか。そしてレモンの酸味でセロリと玉ねぎの甘さもよう際立ってきますわ。これはね、多分女性が嬉しいんじゃないかな。女性の嬉しいカレーな気がする。うん、おいしいです。おいしい。なんか僕の好きなカレー屋さんでこのエビのレモンバターカレーっていうのがあって、めっちゃ美味しいんです。スパイスカレーなんですよね。でそこから参考にしましたけども、カレー粉でも十分美味しいのでやってみてください。言ってしまうとエビのガーリックレモンバターカレーみたいな感じで、ニンニクもね香ってきますよ。エビがカレーに溺れてるから助けに行きます。無事救出。うまっ。クリームカレーって生クリーム使うことが多いんですよ。美味しいんですけどね、でもやっぱ胃が少しもたれてしまうので、今日牛乳だけで簡単にできたので、そういった手軽さも、まあ、生クリームってなかなかねお家の冷蔵庫ないかと思うんですけども、牛乳だったらあるじゃないですか。なんか作りやすいと思います。しかも煮込み時間が全然ないので、燃え立った時にさっと作れる。そのパクチーの香りもすごく生きてます。ディルとか入れても絶対美味しいと思う。うん。エビエビプル。エビが呼んでる。レモン大好きなんですよね。これ料理に少しだけ入れるだけでも爽やかさがあるじゃないですか。それがやっぱ癖になりますよね。これは間違いなく殿堂入りだと思います。殿堂入り。ルーが美味しくて、ルーばっかり食べちゃいます。うまっ。カレーって絶対おっかりしちゃいますよね。なんなんだろうこのカレーのおかわり魅力。今日も一日頑張れそう。だって見てください、朝の7時59分、8時ジャスト朝早く来て社員食堂前に作ってもぐもぐしてるので、朝ごはんでカレー食べてますが、朝ごはんカレー僕は全然あり派なんですよ。サクサクと進んでしまいますが、うん、最高。辛さはカレー粉なのでそんな辛さもないんですけど、中辛ぐらいですかね。うん、パクチーが来た。幸せ。たまに来るパクチーの感動たるや。ということで今日もありがとうございました。あと一口です。うん、エビ、エビサンキュー。美味しかった。幸せ。朝からでした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ということでですね、エビのプリッと感、そしてレモンの、とにかくそこね、これポイントだね。やっぱりレモンの爽やかさ、これ後を引かないなんですけども、バターもまあ少したっぷり入れてるのでコクありますよね。で玉ねぎの甘さとセロリの香りで、ニンニクのパンチ、はい、全部無駄なところがないんですけども、シンプルで皆さんが大好きな味わいになったんじゃないかなと思います。はい、ということで今日もありがとうございました。ぜひ作ってみてください。作ったらコメントくださいね。それではこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンを押していただくと励みになります。ポチポチしてくださいね。はい、それでは次回のエラジュンのアジアご飯で会いましょう。次はどこの国にしようかな。またお手軽なアジアご飯伝えたいなというふうに思っております。じゃあね、バイバイ。また見てねー。